こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。親日台湾の中国情勢は今最悪の関係に至っています。世界でも中国をとの関係を見直す方向に。そうです。香港の強硬政策により対中政策を取る国がようやく増えてきました。そんな台湾情勢を今回詳しく見ていきます。米大統領選挙の最中、米海軍も台湾海峡での監視活動を繰り返しています。台湾では F-16 戦闘機の一時飛行停止などの問題も起きています。大丈夫かな？2020年11月3日に行われたアメリカの大統領選挙は現職の共和党トランプ大統領を民主党バイデン候補が上回る形で進んでいるようにも見えるが、まだまだ確定とは言い難い様相を呈している。くしくもこの同日、現トランプ政権は台湾への軍用遠隔操縦無人航空機を4機、総額でおよそ630億円で売却する案件を承認し、中国と対峙する台湾への武器輸出をまた一段強めた状況だ。台湾側からしてみれば、現トランプ政権よりも中国に対する強硬姿勢が感じられないバイデン候補が大統領に確定する前に、より多くの武器購入を進めておきたい思惑も感じられる。中国側から見ても、トランプよりバイデンの方が自国にとって後押しやすいと判断し、バイデンの大統領就任を歓迎するムードもあり、台湾としては危機感を募らせているようにも傍目には見える。それでもアメリカが今日のように中国に対する強硬な姿勢を示すようになったのは現トランプ政権からであり、それまでは中国を刺激することを極力避け、台湾への武器輸出にも後ろ向きだった。大陸の共産中国は建国以来一貫して台湾は自国の一部であるとの主張を継続しており、軍事的手段な手段に訴えるか否かは別としても、いずれ自国が直接支配することを当然だと見さしている。わずか中国大陸から150キロほどの距離しかない台湾とはいえど、これを隔てる台湾海峡を越えて中国軍が武力侵攻作戦を実施することは困難で、国としての規模でははるかかに劣勢な台湾を守ってきた。しかし近年の中国軍は軍備の増強を加速度的に進め、黄海、東シナ海、南シナ海と徐々に海洋への進出を果たし、国産の航空母艦や台湾への上陸を実施し得る強襲揚陸艦を保有するに至っている。とはいうものの、航空母艦や強襲揚陸艦の配備が即台湾への武力侵攻を意味するわけではないが、少なくともこれを実施し得る戦力を誇示することで、かつてない危機感を台湾に与えている。今や経済的にも大国となった中国の軍事費は台湾の25倍以上にも上ると言われており、ここまでの金額の差があれば、中国が実力行使に出てくれば台湾は不利なことは明白だが、そこまで単純ではないようだ。
つには、台湾の西側の海岸線は、大規模な上陸作戦には不向きと、見られていることが大きく、強襲揚陸艦から発進する。上陸用集艇で進行可能な地点は、かなり限定され守る側に、優位とされることがある。戦力全体としては、台湾を圧倒している中国軍だが、こと実際に台湾を占拠しようと上陸部隊を送り込むのは、現時点での軍事上バランスを勘案しても、中国軍に多大な損害が生じる可能性が高いという。さらに直接的な軍事行動に中国が及んだ場合、今以上に国際的な反中国の動きを引き起こしかねず、それを押してまでこれを強行する価値やメリットが中国側に薄いことも大いに影響しているだろう。ただ裏を返せば、中国軍の損害が少なく済み、かつ国際的な非難を浴びても、それを良しとする覚悟を中国が固めた場合、台湾侵攻を躊躇する理由はなくなるとも言えるのかもしれない。例えば、中国はかつてチベットに侵攻し、これを併合して今や自国の一部としているが、これはその山間部一帯の河川の源流を支配するためとも言われ、インドや東南アジアを含め、その影響力を行使している。台湾には、こうした、どうしても、中国が、自国の一部に、武力を行使してでも、組み込みたいというほどの、地理的な価値は低いと思われるが、安価で損耗を、気にせず、攻撃可能な兵器が行き渡れば変わる可能性がある。これは、先の戦闘で、アルメニア軍を、アゼルバイジャン軍が、事実上屈服させた。原動力が、安価な遠隔操作による、無人攻撃機だったことが、大きかったことを、見るに、そうした可能性を、より強く感じる。台湾にとって幸いだと思えるのは、いかに、中国が、航空母艦などの大型で派手な水上戦闘艦を揃えようとも、同盟国たるアメリカの戦力はまだまだこれらを大きく上回る攻撃力を有している点だろう。このあたりは日本も同じような状況なので、軍事力の他力本願は本来、褒められたものではないが、国も、存亡という事態においては何とか、アメリカを利用するくらいの意気込みも必須かもしれない。そもそも、日本を含め、実に、多くの国が、経済的に、中国の顔色を伺うことに終始してきたツケが、今の中国の存在となって、自らの首を絞めるかのような状態を引き起こしてきたと認識する必要がある。新型コロナウイルスの問題では、多くの分野で滞りが生じ、日本の日常生活が、どれだけ中国という不確かな国家に左右されているのかを、身につまされたはずだ。北朝鮮を全く信用できないように、いい加減中国共産党のような独裁国家にすり寄り、経済的な利益を得ようとするような行いは、見直すべき時期ではないだろうか。